俺、ホカゲを目指すよ。オレンジプレゼントの俺プレイディオ。はい、今週も始まりましたオレンジプレゼントの俺プレイディオのお時間でございます。私ベースボーカルの古川です。ドラムコーラスキップンです。今週とか言ってますよ。どうした俺今週も楽しくおしゃべりしていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ダメですね。もうカミカミですね。今日口の中が螺旋岩ですね。おー、え、何語っちゃう。まあまあ、まず冒頭からですよ。はいはい、何ですって。おかげになります。そうですね、まあこんなのをね、相方である君に言ってええんかなとは思ったんやけど、うん、やっぱりこの抑えられない衝動、うん、もう俺のキュービのチャクラが、ね、もうこの衝動が、うん、やっぱそれを言わせてしまったと言いますか。はいはい、はい、まあね、おかげに なろうかななりたいなって思いまして。はい、あ、なりたいんですか。なりなるんじゃなくてなるなるという言わせたというのもでございますね。はいはい、どうしました。急に出して、実は最近僕部屋の模様替えといいますか、はいはい、部屋の整理をずっとしてまして、うんうん、ちょっとまあ部屋の整理をするような時間じゃないんですけどね、僕のしてる時間が、まあ、まあ夜遅くですわな。そうですね、だから3時前、夜中の3時ぐらいに帰ってくるじゃないですか。はい、でそこからよっしゃやるかってなって、まあまあまあ、ちょこちょこやって、まあ要はね、本棚買ったんですよ新しく。あら、いいじゃない、うん、新しく本棚買いまして、うん、でそれがね、なんと1000冊ぐらい入るんですよ。あら、1000冊、まあ、単行本とか文庫本ぐらいだったら、はいはい、入るので、うん、ああいいなと思ってて、で僕やっぱ漫画も本もなんかいっぱい持ってるんで、うん、だからなんかちょっとえらいことになってたんですよ。ああ、まあまあ、ごちゃっとしてたと。そうなんですよ。まあ多分俺の部屋をほとんど占めてるのはスニーカーボックスなんですけど、うん、僕はスニーカー飾ってるんで、はい、じゃあちゃんと整理しようなと思ってて、うん、で、本棚を買ったら、まあ、本整理しません、もちろん、ね、入れていくわけですよ、はいはい、でそうするとですね、うん、よっしゃ、じゃあまずどうやろう、何入れから入れていこうかなと思ってバコって箱に開けたら、うん、ナルトが入ってまして、はいはいはい、あーってもう初手からつまずいて俺。もうまあまあでしょうね、うん、一巻からまた呼び出しまして、うん、これね、あ、ダメだな、段ボールの中に入れてると、うん、やっぱ読まなくなっちゃって開けると読むね。まあまあまあね、うん、で読み出しまして、で、うん、そっから一巻からなんですか、もうだからナルトと一緒にアカデミー入ってもう理解できひんもん俺。いや、まあ、皆さんごめんなさい、ナルトっていう漫画、一応、まあ、今ボルトってなって続いてるんですけど、ナルトという漫画がありまして、そう、少年漫画で、はい、少年ジャンプでね、はい、もう特に完結はしてるんですけど、そうですね、僕以前もう これこそ10年ぐらい前です、10年以上前かな、気分に、うん、やっぱ僕全然その時ジャンプ終えてなくて、あ、うん、まあ見てませんでした。単行本では買ってましたけどね、なんかその、そう、違う漫画、違う漫画、うん、だから自分が集めてるとか好きな漫画とか集めてたんですけど、はい、新しく手出してなかったんですよ、なか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 、はい、うん、で時にキブが、いやいや、フルさんと、やっぱナルトとワンピースは読んどいた方がええよって言って、そうですね、ナルト当時出てたあの時の段階で2つとも50巻超えてたと思うんだけど、うん、そのナルトとワンピースをキブがなんとプレゼントしてくれたんですよ。そうですね、あの時、今ももちろん人気はすごいですけども、当時もやっぱりすごかったんで、うん、ナルトワンピースは、うん、やっぱ見といた方がええよ。そうそう、読んだことない、見たことない、覚えてない、うん、いや全然見たことない。ワンピースはなんか軽く見たことあるかなぐらい で、うん、でそれぐらいなんか全然覚えてなかった僕に、うん、キブがなんとワンピースとナルトの全巻、当時のその全巻を買ってくれて、ね、うん、ある日届けてくれたんだよね。そうですね、あれ誕生日プレゼントなんかでくれたんですよ。タンプレで、うん、あれタンプレっていうタイプだよな今バツのライン見えましたぜはいはい、でプレゼントして、まあ、僕ナルトすごい、もちろんワンピースもすごいハマりまして、ね、ナルトもすごいハマりまして、なんか海賊王になるとかホカゲになるとかよう言うてましたもんね。言うてた、めっちゃ言うてた、言うてたいや言うてましたよ。で今ナルト今見てまして、はいはい、で今でちょうど暁のところが終わる、
ところなんですけど、はいはい、うん、いやこれはもうほかげにならないなって、ほかげになりたい。やっぱねほかげ大事。でも、うん、でも古川さんがほかげになると、うん、ナルトがほかげになれないわけじゃないですか、うん、どうするんですかそのパラドックス。あーそれは考えてなかった。それは全く考えてなかった。穴開き理論でしたね。いやーそれは全く考えてなかったね。ほんまやね。あのほらたまにザレ言抜かすじゃないですか古川さん。たまにあー口が悪いよ。口が悪いよ。あたまに夢語りますやん古川さん。そうね夢語る、うん、俺になるっていうのはいいんですよ、うん、ただ今僕があのクエスチョンマークが出てるのは、うん、ナルトと一緒に入学したって言ったでしょ。はい、え、うん、だからナルトが言ったら下忍、まあ下忍下の忍者って書いて、まあ、要はナルトっていうのは忍者の漫画なんですよ。そうですね。で、はい、忍者でこうやって頑張って戦って平和を目指していくみたいな漫画なんですけど、ざっくり言うとね、はい、うん、でその忍者の学校があるのね。そうです。そこに入学するところぐらいから始まるような感じやんな確か。いやもうねでも何ですか、入っとんのか。そう入っとるんですよね、うん、まあ一応そういう描写もありますけども、うん、で、まあ、ナルトと一緒にクラスメートとして、うん、でまあイタチとサクラとナルトと俺のフォーマンセルで、まあ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 ね、うん、なであの任務をこなしていくみたいな感じの、うんうん、感じで始まってて、うん、でやっぱりあほかげやな思って。だってもほらなんかスリーマンセル3人1組がなんか一番バランスがいいっていう風な話やったじゃないですか、うん、そうやね、ナルトって、うんうん、そうやね、よくしてるね。そうそう、うん、じゃあフォーマンセルってもうなんか危険度上がるんですよね確か。フォーマンセルは4人とかナルト、まあ、大体隊長常任とかの隊長を置いて、うん、で何か任務をって、でフォーマンセルになった場合は二手に分かれることもできるしみたいな利点もある代わりに、うん、やっぱり人数が多くなるとそんだけ気づかれやすくもあり追手に追われることもありとかっていろいろとあるんですよね。だからどっちも利点があるんですよ、うん、デメリットも、はい、メリットも、ね、うん、あって、でもただスリーマンセルが一番動きやすいみたいな、そうそうそう、3人1組の方がっていうのがありまして、うん、結構ね見てたら当時見てた時に思わなかった見方ができるんだよね。ほう、例えばそのスリーマンセルフォーマンセルも3人だとっていうここなんだよって言われたらへえぐらいだったのが、うん、自分の中であでもスリーマンセルだったらこういうこともあるよなとか、フォーマンセルだったらこういうこともあるよなみたいなことを思ったりとか、はいはい、であの時何とも思わなかったセリフが、うん、ある意味大人になって、まあ、もらった時も大人やったけど今こうやって大人になって、まあまあ、月日が経つね、その、うん、月日が経ったら捉え方が変わったりとか、うん、見方が変わったりとか、うん、この時こいつ嫌いやってんけど今見たら案外嫌いじゃないぞってなったりとか、まあまあまあ、気持ちも分かってきますわ。そう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 、やっぱ酸いも甘いもありますからね、うん、だから大人になるっちゅうのは悪いことやないなと思いながら、うん、今ナルトを見とるんですけど、そうそう、読むペースがおかしくて、で1個目のナルトこれつまずいちゃってるから、うん、今俺の本棚に今暁が終わる、暁編が終わるというか、まあちょっとイタチとサスケの戦いが終わるところなんで、俺の本棚には1000冊入る、1000冊以上入るって書いてあるんですよ、はいはい、42冊しか入ってないんですよ。読み終わったやつや。そう、読み終わったやつ入れてってるから、うん、42冊しか入ってないっていうこの恐ろしさよ。ゾッとするもん、うわーって自分で言ってるもん。いやでもまあ言ってしまえば、うん、いつか終わりが来るわけじゃないですか。そう、寂しいかな、うん、うん。じゃあその後にちょっと入れ始めたらいいんちゃいます本棚。そうだね。で多分このナルトの下に多分ワンピースが待っとるよ。ならもう次は海賊王になる言うて。そんあのね、あのキムちゃん、んいくらなんでも私そんなバカじゃないですよ。あ、なるほど、これは失礼しました。うん、そうですね。もう今ナルト見てるから、まるでなんか俺がナルト見てるからほかげで、そうそうそう、ワンピース見たら何海賊王になる、海賊王で、じゃあ何かね、その後ドラゴンボールとか来たら俺スーパーサイヤ人になるとか言い出すから。言うと、ね、言うと思う。でも強いやつと戦いて俺はワクワクするぞって言い出すと思う。いやいや、もう俺喧嘩嫌い、怖い。なんでね、幽遊白書みたいにちゃいますか。幽遊白書見て、たぶん一回死ぬわって言うかもしれないもんな。世代がバレるね、世代がバレるね、幽遊白書。もうね、いや、じゃあ俺はずっと左手は添えるだけ言ってたもん。おお、まあまあまあ言うでしょう、スラムダンクの名台詞ですよ、うん、ね、名台詞っちゃ名台詞なんかな、わかんないですけど。そうだね、印象的な台詞でしたけど。漫画とかって、まあ本とかもそうなんだけど、特に漫画の方がやっぱ情景がもう誰が見ても明らかっていうこともあるせいか、うん、よく名言集みたいな感じで使われること多いじゃない、うん、
だからちょっと漫画の名言集とか今度やってみたいなと思うんですよね。今キムチャンネルでああと思ったんですけど、ちょっと前からやりたかったんですよ、うん、漫画心セリフ好きなんですよねみたいな、うん、左手は添えるだけってスラムダンク知らない人からしたら何のこっちゃ分からへんセリフやんか。まあまあまあ、だけどスラムダンクを見てる人だったら全員あのシーンは震えてるはずやね。まあまあ、うわーと思いますもんね、うんうん、ね、だからぜひともスラムダンクとか見てほしいんですけどナルトはよいや、ナルトもね、ナルトもね名言だらけ。まあまあナルトはね名言だらけ、うん、だからもう俺なんかキブがなんか俺に対してなんかなんとかって、古さなんとかって言ってきたら、うん、俺もう許せキブねって言ったのトンってやろう思ってるもん。あのね、うん、人差し指と中指をね、そうそう、相手のおでこにおでこに、だキブのおでこに、うん、あの今もやってんだけど今やってます、ね、許せキブをって言ってで弾くな弾くなトンってやるわ。いや俺この年になってやめろって言ってやめろっていやーでも なんだろうな、お前俺の一番ナルトのなんか一番好きなキャラクターとかいます？僕ねナルトね、まあ、嫌いじゃないぐらいなんで、うん、あんまりなんですけど、僕は長寿がまあ嫌いじゃなかったかな。うん、俺たちはぽっちゃり、俺はぽっちゃりやと。そうそうそう、あいつは貫いてますからね。そうだね、でも長寿かっこいいもんね。そうそう、あのね長寿めちゃめちゃかっこいいもんね。そうやっぱりねナルト面白かったですけどね。なんだろうね、なんか一番身近に感じるよね長寿ってね。そうですね、結局なんかちょっと弱虫なんですよね。そうそうそう、ちょっとおどおどしちゃってで自信がなくてっていうところをね、でも実はやっぱ強いっていうね。そうそう、ナルトは全キャラクター魅力的。そうそう、だからやっぱキャラクターのやっぱなんだろう、輪郭がすごい上手いよね。うん、面白かったですね。あのイノシカチョいいよね。ね、うん、面白い。いやこれね分かんない人からしたら俺が今何喋ってるか全然分かんない。イノシカチョいいよねって、そう、ね、分かんない、花札かな思うのね。まあまあ確かに、ね、俺花札はできないんですけど、あ、俺一番好きなキャラクターはガーラなんですよ。ああ、言ってますな古川さんは、ずっとガーラ。ガーラ大好きなんですよ、うん、でもガーラをね助けに行く時のナルトのシーンとかね、もう俺もう何回漫画置いたか、うん、ほっ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 てね、まあまあちょっと泣きながら。確かにね、うん、だからナルトはね胸も熱くなるしね、うん、本当に泣けてくる、泣ける。まあまあね、名言のオンパレードやし、まあ、俺はそういう古川さんを見て泣けてくるんですけどね。おかげになるって言い始めたみたいいやでもまあそう、確かに気分からすればそうかもしれんね。いやでも別にあの楽しみ方はそれぞれなんで別にいいんですけども、うんうんうん、そのなんか呼んで楽しんで熱くなって夢中になるのもいいんですけど、うん、なんか入り込むタイプの楽しみももちろんあると思うんですよ。はいはいはい、あの僕も結構なんていうんですかね、ゲームの中に自分投影して楽しんだりとかしてたんで。そう、ね、いるよねそういうタイプね。え、侮辱されたいるよね、そういうタイプね。俺フォローしてたつもりが急にはしご外されてる。キブみたいにすごいなんかギュッて入ってってなんかね、うん、そのタイプ俺も嫌いじゃないよ。でもそういうタイプいるよねと思って。え、今俺をバカにしてます？バカにしてない、バカにですよね、びっくりした。だって俺がこうやってナルトに出会えたの、そう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 、ワンピースに出会えたのも大体俺漫画とかインターネットのなんかのサイトとかって大体キブからの入り口が多いんで。まあまあ大概ね、うん、だからすごい感謝するな、ナルト教えてくれて本当ありがとうございます。あ、はい、というわけでね、今週はいきなりナルトのトークになりましたけども、まさかナルトのトークをするとは思ってなかった。思ってなかった、全く思ってなかったです。まあでもナルトはやっぱ名作ですよね。名作です、間違いなく。面白いと思います。なんかその人間描写であったりとか、そのさっきも言ったようにキャラクターが立っててとか、うん、いろんななんか歴史がなんていうの、渦巻いてて起こった戦争であったりとかっていうこともあって、うん、なんかちゃんとその辻褄が合ってる、良くない方にみたいな、なんかね、その悪い歯車が回ってたりとかっていうね、うん、はい、だからもうあれにもう一喜一憂して興奮しとる古川くんなわけですよ。寝りゃいいのに、寝りゃいいのに。そう、ね、だけどね、もう気がついたらね、あ、6時やみたいな時あるんですよ。気ついたら、あ、はいはい、あ、なるとまた読んでもうたみたいな。あららら、これがね、僕この本棚だから、その千冊埋まるまで続くんですよ、うん、でも僕としては結構楽しみですよ。あ、来週 何になるんかなって思って。なるほどね、毎週俺が漫画のトークをしてるかもしれない。まだもしかしたら来週まだ言うてもナルト続いてるんで。いやでも結構この機会にいいんちゃいます、俺の漫画何持ってたわみたいな。ああ、そうですね、面白いと思います。そうですね、だってナルトも言ってしまえばもう結構前ちゃいます。いやほんまにもう結構前終わったの、もうつい最近って俺つい先な感じがしますけど。そうだね、だから自分の部屋にそのスニーカーボックスで埋まってきた時に、うん、漫画をどん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 段ボールに入れちゃったんですよ。はいはい、でそれまでは結構俺置いてたのに、俺まさかの一回本棚捨てちゃったんですよ俺。
あ、そうなんですか。そうなんですよ、ちょっと本棚でかすぎて、うん、その時もか持ってたのが、あ、だからその本棚を捨てちゃって、はい、漫画をダンボールに入れていくみたいになっちゃったから、うん、ちょっとこれを機にね、なんか漫画を言いながらちょいちょい漫画ネタ挟んでいいですか。いや、こういうの、いや、それ直したやつだけですよ。あ、そう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 、だからそれ読んだやつで、今これ読んだっていうのでやってったらいいんでしょ。で、それで様子わかりますから、片付けてるから片付けてないかなって。あ、なるほど、急に喋らんくなったら、あ、こいつ全然片付けてへんなんだろうわけやもんね。うん、はいはい。そうそう、いや、ちょっとあの話はバンドに戻るんですけど、あの戻るっていうか本来こっちが本流なんですけど、うん、あのライブがいろいろと決まってきてますんで。あ、そう、はい、ライブの話を、概要欄の方にもね、ちょっとライブのこととかも書いてますし、はい、これからどんどんちょっとラジオでもね発表していこうかなと思ってますんで、はい、ぜひとも遊びに来てチェックして遊びに来てください。今週も楽しくおしゃべりできました。今週も聞いてくれてありがとうございました。オレンジプレジデントクルカでした。でした。バイバイ。バイバイ。